緑の楽園新宿御苑の秘密。新宿御苑は東京の中心に位置し、広大な面積を誇る庭園です。都会の喧騒から離れた憩いの場として人気です。四季折々の自然が楽しめる新宿御苑は、春には桜、秋には紅葉が美しく、訪れる人々を魅了します。特にバラ園は見逃せないスポット。色とりどりのバラが咲き誇り、その芳香に包まれる時間は格別です。温室も人気の一つで、世界各地の珍しい植物が集められています。まるで自然の博物館のようです。新宿御苑は子どもから大人まで楽しめる場所です。ピクニックを楽しむ家族連れやカップルが多く見受けられます。広い芝生のエリアではのんびりと過ごすことができ、都会の忙しさを忘れることができます。新宿御苑内のカフェでは美味しい飲み物や軽食も楽しめます。庭園を眺めながらゆったりとした時間が過ごせます。四季折々のイベントも開催されており、訪れるたびに新しい発見があります。いつ訪れても新鮮な気持ちになれます。新宿御苑は都会のオアシスとして、訪れる人々に癒しと楽しさを提供しています。ぜひ一度訪れてみてください。